ヘイヨー、ケンツメシ。絶対今日もね、クラッシュロイヤル、やっていきたいと思うんですけどね、テンション上げていきましょう。せっかくね、このね、右上にね、ケンツメシの顔出してくんで、まあね、リアクションね、オーバーでいきたいと思います。今日はですね、本日のデッキが、出てないんです。縦画面でご視聴の方もね、まあ、いると思うんですけども、概要欄に縦画面のリンクは貼ってあります。ということで、本日のデッキはね、決めてますね。理由はですね、タイトルにもあった通り、デッキのパクリ方っていう風なんですけど、昨日ですね、6000トロフィー以上のトーナメントをニクロムさんって方が主催してまして、まあ、ケンツメシのツイッターとかでもリツイートしたりとかね、ツイートしてあるんですけど、それで、1回戦目は、アビキさんと当たって、で、2回戦目がその、アムロさんと当たって、みたいな感じで、使ってるデッキが、ゴールも、クロスも、ジャイも、全部使ってないんですよ。得意デッキ使わずして、まあ、勝ってる。まあ、得意じゃないデッキってわけじゃないんですけどね。うん、髪の毛がどうかしいのは、ま、気にしないと。これなんかね、パーマなんですけど、セットしないとね、こんな感じなんですよ。で、メガナイト枯渇に、イントラのとこスパーキンに変えたりとか、あ、ケンズメシバルーン使ってんじゃん、みたいなところとかね。そういったところで、まあ相手のレオネかけたかなっていうところなんですけど、これね、マグリじゃなくて、割と狙っていて、こういうデッキっていうのは瞬時に作れるので、今日はね、それを、やっていきましょう。まあこのね、試合ない、結果とかまあ何でもいいとして、これでね、確かブロックの1位になって、1ブロックが、ラッドインピスとボスカフェ。で、第2ブロックが、サージカルゴブリンとミラクル。で、第3ブロックがケンツメシと、ホナイコカさん。あ、ほな行こうか。ごめんなさい。3とかね、3付けはちょっと気にしてないんですけど。で、その6人で、あと2名はね、なんかで決めるみたいな感じで、雪旦那さんのチャンネルで、2月の25日の夜、9時かな。生放送らしくて、まあね、ツイッターに詳しいことが書いてあるんで、ぜひ見てください。概要欄にツイッター貼ってあるんで。そんな感じで、髪の毛がマジ変。そんな感じで、ですね、そういうイベントもありますので、決勝トーナメントとかも楽しみにしてください。美容すぎです。はい。で、前置き長くなっちゃったんですけど、デッキの作り方なんですけど、例えば、まあ1のところに作るとして、まず TB を見ます。で、まあレジェンドアリーナっていう、まあアリーナ12ってやつが、まあグローバルランカーのやつなんで、この世界ランキング19とかね、まあ、そういうのがあるっていう風で、まあそういったところでね、面白くやっていけるのかなと思います。こういう、まあランカーのデッキを参考にしていくんですが、例えばですよ、この右、左上のやつをパクって、このね、三種の神器。1、2、3、これ三種の、まあ、神器強いよねってやつで、まあ、インドラ入ってて、みたいな感じで。で、この中で、役割見たときに、まあ、アタッカー、まあ、低コスト、壁、剣、低コスト、呪文、大型受けっていうことで、大型受けであるインフェルノドラゴンはですね、他の大型受けに変えることができます。例えば、ミニペッカ。うん。そして、例えば、ペッカ。うん。あ、なんかね、ある形じゃない？例えば、ハンター。うん、悪くない。みたいな感じで、一つのカードでその似たような役割のやつで変えるってのが割と面白いんですよね。で、例えばですけど、インドラの代わりにスパーキーにしようみたいな。これがね、結構面白かったですよ。ですね、インドラがいないと、これね、空ガンステなんですよ。インドラがいないとね。なんだけども、陸は絶対倒せるよって感じで、まあ、一回試していきましょうか。まあ、これでラバルを引いたら終わりなんですけど、例えば、絶対こいつラバル全然使ってこねえや、みたいなプレイヤーに対してこのデッキを出すと、刺さるとかね、そんな感じです。さあ、83枚止まってしまう。これちょっとね、マジでね、あれなんですよね、ラグがやばくて、Wi-Fi 切ったはずなんだけど、ちょっと頼む。Wi-Fi 切ったはずなんだけど、頼む。もう転がったわ。これ1試合無効になるやつです。再起動してあげて。やばい。この、もうタワー落ちてる。多分タワー落ちてるんで。カットして。いやー、もう。やばすぎでしょ。はよ。
というわけでね、ヘイヨー、今日はですね、こちらの一件で使ってやっていきたいと思います。ちょ、マジ81本、おい、スマイル、クララ楽しいな。さあ、これまずは初手ガン待ちしてから、まあね、インドラと同じ役割なんで、スパーキーがって考えると、まあね、そんなに出さないかなって感じですよね。本当に大型が来た時に出すって感じで。これダックプリ出していきましょうか。ダックプリ出してあげて。なるほど。これはちょっとやることがないので、逆サイドに言うのと小島も流し込もうかな。このダークプリンスで、このインフェリのタワーを処理したいが、どうだ？いけそう。さあ、ここでアイスピ出してあげて、ちょっとごめんなさいね。ちょっとラグインだな、マジで。そして、ある程度ダメージ与えて、ザップ打つか。とはいえだな。ザップ打ったところで残っちゃうね。今のはまあどっちもいいかな。まあ、処理してあげて、相手は枯渇できかなと。ナイトをバルキリーにした形ですね。よくある形なんですけども。まあ、これは言うので、相手のね、ユニットを誘っていきましょう。これ、嫌な、ゴブリンバレル。だが、しかし、アイスゴーレムがね、優秀とか、相手の飛ばす位置がラッキーでしたね。さあ、これは、アイスピで削りに行きましょうか。オッケー。で、古城ババ出してあげて、まあ、インフェだったらそのまま無視でいいんですけど、プリンセス来たら、ポイズンで巻き込みたいと。これ美味しい。まあ、インフェ出しても美味しいし、おっと、これ出さずに。なるほど、相手うまいっすね。うん、相手しっかり動き分かってるタイプです。で、ここで普通はインドラ出したりするんですけど、インドラほど4コストみたいな軽いやつではないんで、ここは、こんな感じで処理してあげます。で、ここで、もう、一発ぶっぱ。これでロケット打ってくるかな？おっと、打ってこない。それ、美味しい。範囲攻撃とのゴリ押しでぶっぱと。で、これでグッドゲームかな。で、いいんですよ。別に、スパーキー全然使ってなくねって思うかもしんないんですけど、いいんです、それで。どの道インドラって使わない時もあるじゃないですか。言うて。なんで、それはいい。なんならスパイス。うん。で、これでロケットを撃ってくれたんで、だったら、こっちがスパーキー出せるよねって感じで、まあ、サイクルが回るっていう。さあ、そして、ここはあとダックピリとか出しといて、うん。まあ、GG ですね、これは。グッドゲームみたいな。これ、一芸ですね。で、これが、まあ、今のはスパーキー刺さってなかったんですけど、まあでも負けは出してないし、1枚変えたところであんまり変わらないデッキっていうのが強いかな。まあてか、役割自体は変えてないんで、そう、ホグライダーデッキのホグライダーを変えてるとかじゃないので、なので、そこではなく、まあ脇役を変えてるってイメージなんで、言うて影響はないのかなって思いますね。さあ、というわけで、あと、2000ほどやりたいんですが、まあ、ランカーのデッキを見てって感じかな。どうすっかな、どうすっかな。ランカーが似たようなデッキばっかだな。これいこうか。これの、はいはいはいと。で、変えるとしたら、グコスのムートのところを、5コスのムートってことはこれ大型受けなんで、大型受けということは、じゃあ、プリンスでいいかみたいな。まあでもこういうテンプレもあるんで、似たようなテンプレがね。結局は、そういうことですよ。まあみんな似たような構成、似たような役割でやってるってことなので、ここに、今度は先ほどと同じ要領で、インドラの代わりに、ハンターを入れてあげると。これで、グラチャやってみましょう。さあ、80% からの壁がやべえ。お、83。レッツゴー !85、あと15。頼む。やばいって、それは。来た。あぶねえ。危なくねえ、これ。でも、初手ポン、ポン置かれるから。おっとっと、バレる。ジジ。ジジ！ごめんなさい、グダグダで。マジで、ごめんなさいだけど、まあ、原因がわかんねえ。GG。プリンセス来い。
と違うものを読んでしまった。そしてこれね、ユニットが出るたびね、画面が固まるっていう事案なんですよね、これ。マジでやばいよね、さては。わかってる。俺もわかってるんだけど、さてはやばい。さてはやばいけど、昨日は正常に動いてたんですよね。動画を急に撮り始めるとダメとか、そういう説があるな。そしてまた枯渇と。枯渇ばっかですね。これポイズン塗っとくか。ポイズン塗っといて、まあ、インドラよりかはハンターの方が今輝いてるのかな。で、ムートよりかは、みたいな感じかな。とはいえ、ザップが基地。ザップが基地。守られるっしょ、これ。ギャンク。なんとなくの延命してあげて、よいしょ。言うのが入って、ザッピー。うん、オッケー。で、プリンがここら辺に来たら、ディガをここに飛ばして、ギャング誘ってポイズン。いや、ギャング今作ったわ。これ出して、延命させると思いきやの、音？延命させてこない相手は。オッケー、処理できたわ。美味しい美味しい。ロケットかな。おっと、これはじゃあ、しっかりと3点で守らせていただきまして。はいはい、このロケットは、ああ、家の残っていく。これは多分1個落としたでしょ。OK、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 アイスゴーレムのパフが決まる。で、149が地味に削り上げたくないので、ユニット出しておこうか。はい、美味しい。それ、これは、こんな感じで処理しといて、ハンターで展開。さあ、これで相手もギャングも使ったんで、ユニットのご了承いけるかな、ここを無視。無視してあげて、で、不安な方はザップっちゃいいんすけど、言うてたんで、オッケー。まあね、バレル無視しちゃえばいいよね、みたいなとこあるよね、終盤は。オッケー、グッドゲーム。全然ありでしょ。だってさ、まあムート法をさ、ムート法をプリンスに変わるの、まあ、わかるよ。わかるよ、剣詰めしと。思うかもしんないんですけど、おいおい、インドラまでハンターに変えていいんか、それは。それはいいんか、剣詰めしと。思うと思うんすけど、まあ、それもね、やっても、まあ、役割さえ把握しれば、デッキの。まあ、立ち回れるのかなと思いますね。どれが大型受けなのかとか、そういうのをね、やってくれると面白いかもしれないです。じゃあ、あとは、どうしようかな。これいこうか。ジャイのやつで、ね、これ難しいんだけど、ディガーが、まあ、ポンプ削る要因なんだよね。なので、ポンプ削ればいいっていう、やつで、まあ、バレルに変えてみようか、一回。まあ、飛び道具。同じ3コースの飛び道具。まあね、きついよ。言うてきついけど、バレルに変えてみようか、一回。んで、ハンターはこのままで OK でしょ。で、インドラも、どうしよっかなーって感じだね。で、この縦付けをギャングにしてみましょうか。じゃあ。で、待って、インドラ4コストの、空にも攻撃できる大型なんだけど、ここにちょっと役割が、ダブってる感あるんで、じゃあ、違うな。ランバーか、火力が出せて、大型が止めれればいいので、まあ、ランバにしてみましょうか。こんな見たことないでしょ。見たことないでちょっとやってみます。まあ、負けても、あ、じゃあこれやっぱこれは変える必要なかったな、みたいな感じで思えばいいと思うんで、まあ、何事も挑戦が大事かなと思うんで、まあ、こう、暇な時でも、なんかサクッとグラチャやるかって時は、やるといいと思います。これは？死ぬほど美味しいローリングとか決まった。もう今のは気持ちよすぎ。さすがに気持ちよすぎ。だってもう、あれほどお得なローリングってがあるのでしょうかってぐらいね、キリン、ドドドドンって言った。まあまあまあ、もっとね、もっとお得だよっていうね、言いたい気持ちはわかるけど、それ言い出したらキリがないんで。そこはね、まあまあまあ。まあまあまあと。で、ランバー出してあげて、インフェかな？トルネかな？インフェか。
よいしょ。で、ここ5打ってあげて、よいしょ。で、ここウッド。うん、分かってはいるけども、ランバー強すぎワロタっつってね。んで、ここで、ナイトが来るんで、バレる。おっと、相手も寄せてきたか。まあまあまあ、ディガー余計につけちゃったテヘペラって時だと思えば大丈夫です。おっと、相手も面白いデッキですね。ディガー余計につけちゃったみたいなね、時あるじゃないですか。まあ、まあ、それだと思えばいいよねっていう話。ランバーで受けて、まあ、ウッドさえあればギャングはあのバレル通んないんで OK でしょ。んで、これめっちゃ後ろ来たね。めっちゃユニークなとこ出したよ。んで、ゲージかかって、ダイを出してあげて、そしてこれインフェ来るんで、あ、これ OK だね。もうインフェ来てもっていうところなんで、OK。バレル飛ばしてあげて、ジジって感じで、まあテンプレじゃなくても勝てるよっていうところですね。なんでそのデッキの、例えばじゃあミニペアもう簡単でいい。ミニペア火力が高い、火力が高いといえばペッカ、インフェルノドラゴンも高い、みたいなね。ハンターも高い、ダクネクもなんか溜まれば高い、ランバー高い。じゃあどれにしようかな、みたいな、ランバーとジャイの相性はいいし、ダクネとジャイの相性もいいからそこで組もうかな。環境的にはラババルが多いので、まあインドラが欲しいかな、とかね。っていう感じのことを考えてこう組み替えていくことによって、まあ新しいデッキができたりとか、自分の直感なんですよね、要は。まあ俺はこうがいいんじゃねえかなと思って使ったデッキってのが、まあ大体強かったりとか、なんでそれを採用したのかっていう時に、ああもうこれあれだよ。ゴブリンバレルはまあディガーの代わりだから。ポンプ削ったりとか、ちょっとタワー削った時に飛ばすよみたいな。みたいなことができるし、まあ、ディガーにはできないことが逆にゴブリンバレルにはできる。まあ例えば初手にポーンと飛ばすとかね。っていうのができるってのが、まあ、面白いのかな。これがね、BO3 とかに結構大事なポイントとなってくるので、ぜひね、皆さん、今回は、まあ、ちょっとね、電波のラグとかもあったんですけども、ちょっとデッキの作り方っていうところにね、着眼点を置いてやっていきました。ちょっとね、コア層向けな話に聞こえるかもしれないんですけど、友達とね、フレバトするときとかも、例えばだよ。知らないけどね。お前、俺、剣詰め師の動画見たから、フラバトしようぜ、つって、剣詰め師昨日なんかクロスを上げてたの、みたいな。あ、これクロスで組めな、みたいな。はい、クロス GG、みたいなね。っていうパターンがあると思うんですよ。はい、俺、みかん坊やの動画見たよ。もうフラバトしようぜ、つって、もうみかんバレみたいな。みたいな、その中で、お、俺、剣詰め師の動画見たよ。かかってこいよ、つって。あいつ絶対クロスボだなって思わすいて、デッキを TV からパクって組み替えてやったら、え、何それみたいな。え、お前のデッキみたいな。いう時に、こう内緒つって。これ真剣ゼミでやったとこみたいな、涙な感じで、剣詰め師ので見たとこって感じでね。やってみてください。というわけで、今日ね、ご視聴ありがとうございましたということで、チャンネル登録お願いします。あ、そうだ、チャンネル登録がですね、9万人を到達いたしました。よかったらね、この最後の見てくれてる方、チャンネル登録ね、ぜひ押してない方は押してください。そして、グッドボタン、そしてね、最後まで見たよとかね、コメントお願いします。では、おつめし！バイバイ！